どうもタブヤンです。トモテツセブン続きやっていきたいと思います。記念すべき40年目ということで、ちょっとね、かぐや姫とエンマをパワーアップさせたいと思います。名前はそのままで、中身をね、鉄人佐久間さんにしましょうということで、3人とも中身は最強の運を持つ佐久間さんにして、私会長改め国王で残り40年いきたいと思います。さあ、前回までのおさらい。現在位置は私は、関東にいますね。佐久間さんも、近くにいますね。そしてかぐや姫が、これ仙台だったかな、目的地のすぐ近くにいます。そしてエンマさんは、名古屋と伊勢志摩の間ぐらいにいますね。さあ、仙台まで13マス。まあ、こっから40、国王と呼ばせてもらいますけど、北海道はまだね、かぐや姫の、地域なんで、まあお買い物ですね、やっていきたいと思います。オレンジカード持ってます。ここはオレンジカード使ってお買い物三昧といきますか。90億、さあいくぞ。7、ちょっといけるかな、やってみるか。まあ7ぐらいだったら自分で数えろって話だけどね千葉とかいける？あ、無理か。調子無理ですか渋谷、あ、もう自分で数えよう5、4、3、2、1、まあ、東京入ってみるか。ちょっと待ってよ、それかちょっと仙台向かってみる。4、3、2、1、仙台向かおう。よし、那須に入りました。90億持ってるから、おお、いいね、いい買い物だ。4月から幸先いいね。那須高原、浜飯屋とゴルフ場行ったことないな、行ってみたいな。温泉入りたいね。うん、もう老後お金に余裕ができて温泉旅行三昧ねするのは夢ですね。ゴールできずだけど、かぐや姫はパワーアップしたかぐや姫をね、残り、10年間見せてくれると思いますよ。佐久間さん3人相手にするようなもんですからねさあ、人間の運の良さがどれだけね通用するか、やってみると。国王のね位を1年でも長く維持したいと思います。さあ、佐久間さんの乗り移ったエンマさん、新しい体制でね。お、どうした？あ、もう一回サイコロ振れるやつだね。電車伝助、工事現場の皆さんご苦労様です。うん、3、おお、メイクドラマカードか、お金もらえるやつだよね。レッツゴーカード消えた。仙台まで7マス。うん、私もちょっとでも仙台にちょっと近づこうかな。あ、何それ、666カード初めて見るんじゃない。ダイヤモンドカード持ってるんだよね佐久間さん。ほいで、そしてボンビーが、おっと、40年目来るか、これ来そうだね。来るんじゃないかい、これ40年目、確実に来るでしょう。これ最後までわからない。来たー、やっぱり来たか、来たー怖い怖い。佐久間さんなんかでも
ロボット持ってるんだったっけ、メカボンビー。なんか安いやつ持ってるんじゃなかったかな、16分の1とか。エンマさんか佐久間さんが持ってたと思うんだよね、安いやつ。さあ6マス普通にサイコロ振るか。いや、ここはもうオレンジカード、やっぱ常にオレンジカード使おう。うん、持ってる時はね。これでも6出る可能性あるから。7、惜しい惜しいな。山形どうしよう、松島増資できるかな、私の。ああ、もう完全増資してる松島に何回入ってるのよ、4回入ってるってことだよねゴールもまあ積極的に狙って。おお、私と同じとこ。かぐや姫が136億持ってるんだ、そのお金の使い方だね。もったいぶってたら勝てないですよ、かぐや姫。お、松本が売れましたか。うん、どんどん空きがなくなっていく日本列島ね、終盤に向かっていきますよね。さあ今年初めてのこの独占メロディー、何回聞くことになるでしょうか。キングボンビー来た、ゴールできずおお、ここはもうオレンジカードじゃなくて次は普通に振った方がいいよね。あ、血の雨、ちょっといつもより血の雨多くない？なんか最後の10個これで40億とか出るもんね。あ、1が3つ、49億1、3つ出してもはっはっは、一撃でアウト。あ、27億しか資産ないからもうゼロだね。農林物件以外ゼロになりましたこれでまた日本をね買い占めるチャンスが増えました。さあ熊さん、マイナス18億、もう一回振る？そんな恐ろしいこと。あ、もう一回振るんだあらまあ、64億、キリがいいね。あらまあ、82億佐久間さん、もうこれで戻ってこれなくなりましたね。残り10年、ゆっくり楽しんでください。さあ6月、国王は一人行きますよ。あ、小判だ、これ誰？熊本？おおおおおお、誰誰誰？エンマさん、やるじゃん。エンマさん小判2回目だね。さあ1出せ、どうだ、4か、残念。米沢増資はできる、あ、できる、米沢牛ソンピンラーメンっていうのも食べてみたいな。6、逃げましたね。あ、またカード売り場その繰り返しだね。なかなか誰もゴールできません。エンマさん、このままだとキングボンビーついちゃうよ。お、リンゴ園を増資。うん、やっぱりね、農林物件が一番ですよ。うん、りんご園。さあ誰がゴールするか、1出すか。出せない、こっちにキングボンビーをやめてくれ、なすりつけるのはやめてくれ。あ、これ怖いね。ゴールが出なかったらなすりつける方がいいよね。あ、バーガーチェーン大人気、やった。ポテトと一緒にビッグバーガーもいかがっすか。
3億の臨時収入。ワクチンの効き目が消えた。はい。ちょっと待って。あ、これ1出すとキングボンビー食らっちゃうよね。1出すと食らっちゃうけど、まあ1出すことはないよ。うん。私は行く。普通に振る。3。5。5か。これはもうなすりつけるしかないな。こう行くしかないね。残念。ゴールできず。次、オレンジカード振るか。ゴールできず。盛岡は私のわんこそばだから、何も買えない。かぐや姫、136億の現金持ち歩くのは危ないよ。次の銀次がいつ来るか分かんないからね。エンマさんも少しずつ差を縮めてきました。さあ、今年は目的地仙台で終わりかもしれませんね、これ。あ、入ったか。おお、よかったね。佐久間さん、おめでとう。これでエンマさんがキングボンビーというね、やばいことになってるよ。おい、12億。じゃあ私はもう買い物に関東に行こうか。関東か北海道がお買い物ゾーンだと思うんだよね。まあ、次の目的地次第ですかね。さあ、どこだ。関東が一番嬉しいけど、青森。あ、近い。じゃあもう目的地目指そうか。さあ、8月。どうした、どうした、どうした。緊急ニュース。あー、キラメヤさん、私じゃないか。ハワイか。結構頻繁に噴火するよね、ハワイと鹿児島は。あら、まあ、かぐや姫と私か。あ、佐久間さんもみんな持ってるんだね。うわ、10億か。痛いな。一番高額物件持ってるからな。佐久間さんに特製霊カード使ってあげたいね。青森まで5マスですよ。ここはちょっとオレンジカードを使おう、贅沢に。オレンジカード、いっちゃってください。あ、3。オレンジカードで3。黄色マスを行こうか。黄色マス。さあ、便利系カード来い。いいやつ来い。東京カード、まあまあいいじゃん。東京カード、青森入ってサクッと東京カード使って、あー、ゴールしたか。早いな。おめでとう。さあ、 2連続ささっと終わったね、青森。これで、でもエンマさんだと思うんだけど、キングボンビー、やっぱりね。ほっ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 ほ。次、まあ北海道とか関東とかがいいかな。新潟。ほう、そうですか。みんなのちょうど真ん中ぐらいの感じか。マジか。ああ、嘘。新潟の一歩下でエンマさんゴール。いや、これはなんだろう、佐久間さんのパワーが乗り移ってみんな運が良くなってるのかな。まさかの今年3つ目の目的地もう終わった。すげえ。これだから全員が私以外運がいいから、目的地がすごい近いところが多かったりしてね。そんな影響もあるんじゃない、これ遠くにならないっていう。どうなんだろう。ほら、なんか近いじゃん、金沢。すごい運の良さで、あと佐渡の金山行きたいよね。まだ行ってないと思うんだよな、誰も。
マジか、東京カード使うか。いや、北陸のね、黄色のマスが多いところ行きたいな。あとせっかく東北にいるから、近くで空いてる物件があれば狙いたいね。実りの秋、かぐや姫か。お、私3億ありがとう。かぐや姫7億すげえな。お米といえばかぐや姫だね。さあ金沢まで24マス。ちょっと地域データ見ようか。あ、キングボンビ近くにいる。これは特急カードで逃げたいね。リンゴ園買ってる場合じゃないなこれ。うん、秋田、あ、秋田まだ増資できるね。うん、でここ黄色マスがあって新潟で、ここ行きたいんだよね、佐渡の隠し金山。ということで特急カード使おう。ここはキングボンビーから逃げるぜ。6318、わあ少ない。めっちゃ少ない。よし来い、便利系カード、エンジェルカードか。わあ1個下ダイヤモンドカードだったな。1個上1進めるカードだったな。エンジェルカード序盤では嬉しいけど、ありがとう天使さん。あ、持ってるの？やばい、これ7だと追いつかれるな。やばいな。やばい、これ追いつかれそう。うわぁ、14、追いつかれたけど。あぁ、抜かされた。なんで今ちょっと遠回りしたんだろうね。3進めるカード。うわぁ、また1個下がダイヤモンドカードだったね。ダイヤモンドカードの安売りになってる。さあ、これ。3人が北陸前線にいますね。佐久間さんだけ太平洋側にいるのか。あ、こっち、あ、こっちに寄ってきた。お、全員集まったぞこれ。珍しいな。珍しいこともあるもんだ。どうしよう、もう一回特急カードか。出し惜しみせずに行こうか。ここは、あー、日本シリーズ、よし行くよ。去年はどうだったかな、忘れたな。なんかあんまり買ってない気がするんだよね最近。あ、しかも神戸の方か、久しぶりだね神戸。うっそ、7点入れられたの。13、どうした。一郎もメジャー行ったのか。何これ、15対1って。神戸も売却しないといけないぞこれは。おいおいおい、15対1はないでしょう。よし、特急カードを使おう。キングボンビーを食らうわけにはいかない。すげえ、18出た。いけるかな、やろうか。すごいね、18出すって。ここ入れない。あ、無理か、佐渡は無理。どこまでいけんの。金沢は無理か。あ、無理か。白馬。ああ、よし、行こう行こう行こう。あ、ちょっと待って。キングボンビー通っただろうね。それ考えてなかった。大丈夫？あ、スキー場変えるのはいいけどさ。これ誰か触ってから来たよね、もちろんね。おいおいおい。いやいや、決算が楽しみだけど大丈夫？これ自分でやった方がよかったんじゃない？え、大丈夫？この音楽は大丈夫ってことか？あ、ちょ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 、はい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 。え、どうなった？あ、よかった、ちゃんとなすりつけてた、よかった。いや、18出すってすごいよね。私も佐久間さんの運に負けてませんよ。うん、あ、ボンビー、キングボンビーついたままじゃない、もしかして。かぐや姫、
大丈夫？誰かなすりつけた？あ、なすりつけた。さあキングボンビーのなすりつけ合い。あ、よく出すのはしぶといね。おお、かぐや姫にちょうどのところで止まった次かぐや姫ピンチだね。佐久間さん一歩遅れてる。かぐや姫が10月半年経ってもまだ140億使えてないというね、ピンチだよね。さあ寒い11月、あと何マスかな。あ、サッカーか。これは私じゃないからな。はい、応援に行って。あ、佐久間さんと。はい、お二人頑張ってくださーい。キーパーナイスセーブ。おめでとう佐久間さん、7億早く特製レイカード使ってあげたい。さあ金沢まで7マス、オレンジカード行こう。7出せば直接ゴールできるぜ。おい、あ、9か、惜しい。こっちから行こうか。あ、だいぶ遠いな。これキングボンビーいるから無理だもんね。こっちから行くしかないな。黄色マス。さあこういう便利系カード、ゴー進めるカードいいね。もう14億しかないから、お金結構ね使いましたから、白馬変えたのは大きいな。お、ナイスゴール。やっぱ運の良さ高いね。みんなすごいな、ここに来て目的地4つ目、今年すごい。これが10年間続くと結構ね追いつかれる可能性も少しはある。嘘、そうか、ちょっと離れたから、その時ゴールされてボンビー、キングボンビーついちゃったよ。静岡、よし、でも私一番近い。うわー、これまずいな。キングボンビーなすりつけに戻るか、ゴール直接入るかだね。いやでもなんか目的地も近いとこばっかりなのね。かぐや姫7億買ったけど、まだまだ160億使わないと。静岡おもちゃ工場が倒産したんじゃなかったかな。あ、特製レカード、佐久間さんが手に入れたらねよかったんだけど。あ、666カード使うの、何それ。数字は人の数字にして666、何、悪魔の弟子には皆666のあざがある。お尻に666、え、思うように動けなくなる、何それなんか666って海外では不吉な数字なのかな。え、悪魔に取り憑かれたの。4年に一度のオリンピック来たね。強いのは私の函館の塩ラーメンだよね。前回はちょっと違ったけど私なんだよね。あー、奪われたか。かぐや姫の和菓子屋、タブヤン国王の姿をした悪魔の弟子よ、6ずつ進むがよい。え、あ、勝手に動いてる、何これ、何それ、冬のマイナスに入りやがって。おい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 、やめてくれよ。キングボンビーついたままなのに何してくれるん。やばい。もちろんメガボンビー出動、どれを出動させるか。これどっちが強かったんだったっけ、忘れたな。 RX か。はい、行け、頑張ってくれ RX。音楽ですね、頼むぞ RX。
ヒップバズーカー。おお、ナイスダメージ、会心の一撃、強いボンビーム。うわ、カメハメハメじゃんあ、ダメージ受けた、うそ、ヘッドバズーカ。おお、すげえ、ミスなしで倒した、ナイスー。 RX 強い、よし、助かった。悪魔666いつまで続くんだろうね勝手にサイコロ。メカボンビー RX もいつ負けるかわからないからね、恐怖ですよね。あ、皮膚が売り切れた。かぐや姫順調だね。あとはなんか大きい買い物すれば最高なのにね、かぐや姫。おお、独占物件の音楽、これで今年なりまくってるね。臨時収入1年間、あ、8800万、すごい。8億ぐらい儲けるってことか、それだけで。すごいな。佐久間さんは特製霊カードを手に入れないとね、どうしようもないよね。しかもなんかこの4人の中で一番運がないような気がするな、サイコロ運とかが前半使いすぎたのかな。明けましておめでとうございます。私は勝手に動きます。あ、目的地から遠ざかっていってる。あ、しかも赤いマス狙っていってるんじゃないのこれ。うわー、参った。エンジェルもどっか行ってしまった。あ、武器売るの、うそー。新宿の大型カメラ10億、20億したんじゃないの、最悪だ。ピンポイントで高額物件売るよね安い食品の物件いっぱいあるんだけどな。あ、これはすごい、保険が90億。あ、これはでかい、浜松のバイク工場、車両工場。あー、すげー。最高じゃん浜松、うなぎだけじゃないんだよね。やりましたな、かぐや姫。これで今年ナンバーワンの座はかぐや姫じゃないか。今年のこれで2月にゴールなんかしたらもう最高だろうね。マジか。お、プロ野球チーム買うの。あらー、私の名古屋独占の夢がなくなった。いやー、さすがにこの40年目苦戦してますね。参ったな、優秀の B を飾りたくても呪われてるからね2月、だんだん目的地から遠ざかっていってる。まずいですよ。どこ行くの、また戻るので、また赤いとこ。うわー、冬の赤マス3連続だ。これで10億ぐらい失ったよね。あ、寄付するの、踏んだり蹴ったりだね。寄付金少なくてよかったわ、5000万で。あ、3、うそー、かぐや姫もう最後まで最強ですね。これ以上ない1年間を過ごしたね。佐久間さんが乗り移ってるかぐや姫最強じゃん、連続一番乗り。うわー、でおもちゃ工場買えるんでしょ、静岡で。うわー、すごいなこれ。
連続めちゃぶつけカード、何それ知らん。さっき寄付したとこじゃん。まだ78億ある。私だよね。うわあ、国王1年目、国が受難です。やばい。どこ？和歌山県新宮。ほうほうほう、本州が続いてますね。ほら、おもちゃ工場、これが投資するやつが出てきたらまた大儲けの可能性あるしね。うわうわうわさ、うわ、77億7000万ってもう37じゃん。すごいな。で、新宮も結構近いしね。マジか。もう名古屋の物件も売り切れたし、関西ではもうあんまり買える物件なくなってきたね。ワクチンカード、佐久間さんはいまいちですね。ということで、記念すべき40年目の決算。そう、手押し88億。まあ収益はでもプラス上がってますね、前年比。ほうほう、かぐや姫が私の半分以上になりましたな。45億。もうかぐや姫との2強対決ですね。103億124億、毎年の買い物で勝負が決まるんじゃないでしょうか。2人ともメカボンビー持ってるしね。さあ、勝ち組と負け組の2人ずつに分かれました。資産どうなんだろうな。佐久間さん、赤い字初めて見た、久しぶりに見たぞ。680億。まあ半分ないね、まだね。でもかぐや姫、これを10年続けたら怖いことになるかもしれません。なんだろう、なんか増えてる。あ、バイク工場、浜松の2件が高額物件入ってきましたね。かぐや姫と私のデッドヒート、地域を、これね、北海道以外青く染めた状態のままだと国王を維持ということで、来年も国王キープということでお願いします。あー、佐久間さんが資産ほぼゼロになりました。来年もお楽しみに。さよなら。